どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、先日ね ANA のね特旅マイルキャンペーンね解説動画出させていただきましたので、まあ、今回ね、まあ、JAL のどこかにマイルっていうキャンペーンありますよね、あちらの行きたいエリアをな確率を上げる方法っていうのをね、解説やっていきたいと思います。どこかにマイルって皆さん知っていますかね？こちらね、JAL マイルがお得に利用するっていうね、もってこいのサービスなんですよね。マイルっていうのはまあ一般的にまあ2円とかね、言われているわけなんですけども、国際線だとね、ビジネスクラスだとまあ5円とか、ファーストクラスだとね、10円といった感じでね、マイルの価値はね、変わっていくものなんですけども、このどこかにマイルっていうのはね、その価値を十分ね、まあ、生かすことができるっていうサービスなんですよね。この動画にはですね、目次を概要欄に載せておきますので、もしね、行きたいエリアのね、確率を上げる方法を先にね、もう見たいっていう方は、概要欄からね、目次部分の時間クリックしていただければ、そちらからね、飛ぶこともできますので、ご了承ください。まずね、どこかにマイルは何っていう方もね、いらっしゃると思いますので、どこかにマイルね、解説をやっていきたいと思います。このね、JAL のどこかにマイルというサービスは、JAL マイルを使った特典航空券のキャンペーンみたいなもので、日本各地4つのラムナムに選ばれた場所に申し込んで、そのうちのね1つの目的地がね自動的に選ばれて、そこに行くことができるっていうサービスになっております。どこかにマイルキャンペーンの、ねまあ、お得な点としてはですね、たとえね東京沖縄、東京石垣、東京北海道と長距離路線っていうのがありますよね。その長距離路線であっても往復ね6000マイルで利用することができます。これね、東京沖縄路線をね、例にとると、普通であれば1人ね往復で1万5000マイルかかるところがですね、ご夫婦の場合はね、2人で3万マイルねかかるわけなんですけども、これがねどこかにマイルキャンペーンであれば、こういう長距離路線もですね1人6000マイルで往復することができますので、ご夫婦の場合でもね1万2000マイルでね往復することができますということなんで、通常発券するよりも1万8000マイルほどね、節約できるということで、かなりね、お得な点は分かっていただけると思うんですけども、先ほども言いました通り、日本各都市4つの場所をランダムに、ね、選ばれた場所に申し込んでですね、そのうちの1つが選ばれる感じになる感じなんですよね。このね、どこかにマイルキャンペーンっていうのはすごいお得なんですけども、注意事項がねいくつかあります。まずね、先ほど言った通り4つのねランダムな場所と言いましたけども、表示されたね4つの場所からどこが選択されるかねわからないっていう風になっております。ですので4つの候補がね、全て行きたい場所だったらいいんですけども、そのうちね2つしか行きたいところがないとかね、1つしかないとかいう場合に、他の場所が選択されるっていうこともね十分考えられます。これはね、申し込んだ後にやるからね決定メールっていうのが来て決まるっていう感じになります。で、仮にね、この4つのうち行きたくない場所がね、選択された場合であっても、変更はね、できません。またキャンセルする場合は、マイルはね、没収という風になりますんで、ですね、もう本当にね、決められた場所にね、行かないかっていう感じになります。行き先候補は、JAL グループの国内線、羽田、伊丹、関空の直行便のみという風になっております。で、こちらは出発のね、1ヶ月前から予約可能という風になっておりまして、利用者はですね、すべて JAL マイレージバンクの会員である必要がありますんで、この点もね、注意しておいてください。この中でもですね、特に注意してほしいのは、変更は一切できないという点なんですよね。行きたくない場所がね、選択されてしまった場合っていうのは、もう本当にねマイル没収を確保してキャンセルするか、とりあえず行ってみて考えるみたいなね、そういった形になると思いますんで、この点はね、リスクっていうのがあるんですけども、この点でね、必要マイル数が少ないっていった感じというふうになります。それではですね、次に4つの候補の行きたいエリア確率を上げる方法をね解説していきたいと思うんですけども、どこかにマイルの候補検索っていうのは、検索するたびにね行き先が変更されるというふうになっておりまして、1日100回までというふうに言われてるんですけども、検索自体はね、100回までね検索することができます。
で、行きたいエリアをね、確率を上げる方法なんですけども、まあ、行きたい路線ですね、どこに行きたいかっていうのが、まあ、ご自身あると思うんですけども、羽田、沖縄、羽田、北海道、羽田、石垣などね、まあ、ご自身が行きたい路線が、まあ、あったとする場合、まずね、一つ目にやっていただきたいのは、行きたい路線の特典航空券の空きをチェックする必要があります。これはですね、まあ、このどこかに参るキャンペーン自体もですね、特典航空券の空席を埋めるためにね、行われているキャンペーンという風になっておりますんで、特典航空券のね、枠、まあ、予約自体がですね、まあ、いっぱいだったらですね、どこかに参るキャンペーンで表示されることはありませんので、まず一番最初に行きたい路線の特典航空券の空きっていうのをね、チェックする必要があります。これがね、まあ一つ目のポイントっていう風になっておりますんで、こちらね、確実にチェックしておいてください。次にね、どこの時間帯を利用するかですね。どこかに参るキャンペーンはですね、往路の時間帯と復路の時間帯をね、まあ5つの候補からね、決めるという風になってるんですけども、こちらもね、重要なポイントという風になっておりまして、希望のね、時間帯に、まあまずね、飛行機が飛んでなければ、この候補にね、表示されるわけはありませんよね。ですので、この時間帯を選ぶときにですね、行きたい路線が飛んでるかどうかをね、チェックする必要があります。またね、出発時間と到着時間っていうこの表示なんですけども、こちらもね、注意していただいて、羽田だった場合はね、まあ、出発時間は羽田を出発する時間であって、到着時間は羽田に到着する時間というふうになっておりますんで、現地をね、出発する時間ではないことにね、注意しておきましょう。これを踏まえていってね、検索を行っていただきたいと思うんですけども、ではね、まあ、どういうふうにやっていくかっていう話なんですけども、行きたいエリアが沖縄石垣をね、まあ、絶対入れたい場合ですね、希望の羽田沖縄路線と羽田石垣路線の全航空券のね、分析をね、まずチェックしましょうね。それで、まあ、丸であればですね、次に時間帯ですね、羽田沖縄、羽田石垣の時間を調べてですね、両方の便が運航されている時間をね見つけます。その時間帯が見つかったらですね、どこかに参るキャンペーンの時間帯のところで、そちらの時間帯で検索をかけていくっていう風になります。これでね、検索をかけていくと、羽田沖縄、羽田石垣っていうね、候補がこの4つの中にね、表示されやすくなりますので、ぜひね、こちらのやり方を挑戦してみていただきたいなっていうふうに思います。中にはですね、いやいや全部4つね、すべての候補を自分のね、行きたい場所で表示させたいっていう方もね、まあ、いらっしゃると思うんですけども、この路線がね、まあ、先ほど言った羽田沖縄、羽田石垣っていう時間帯を被る時間をね、探して、その時間で到着、発着時間をね、まあ、決めるっていう話をさせていただきましたけども、これをね、さらに候補地を増やしていけば増やしていくほど、調べるのね、すごい時間がかかっていくっていう風になりますので、個人的にはですね、おすすめするのは、まあ、行きたい候補をね、まあ、2つぐらいに絞っていただいて、検索ね、かけていただくのを、おすすめしております。もちろんね、できなくはないと思うんですけども、私はね、ちょっとめんどくさいんでやったことがないですね。で、またね、この実際に私が羽田石垣でね、まあ、検索した感じからすると、候補で出てきた感じだと、羽田石垣の他に、長崎、北海道とかね、松山、宮崎とかね、まあ、こんな感じで表示されたことがありますので、沖縄、石垣、長崎、北海道とかね、こういうパターンだったら、まあ、結構いいのではないのかなって個人的には思います。ですので、まあ、あくまでね、ある程度ね、行きたい場所を2つぐらいに絞っていただいて、他に引っかかった場所もね、旅行先として、まあ、候補にできるなら、それでね、申し込みね、していただけたらなっていう感じですかね。いかがだったでしょうか。今回はどこかに参るね、行きたいエリアを確率を上げる方法をね、解説させていただきましたけども、あくまでね、確率を上げる方法であって、確約ではありませんのでね、まあその点をね、注意していただければなっていうふうに思います。ですけども、まあ、2つの候補のうちにね、まあ、2つ行きたいエリアがあればですね、まあ、4分の2で行きたいエリアにね、行くことができると思いますので、ぜひね、JAL マイル持たれている方は、このどこかに参るキャンペーンね、かなりね、お得に飛行機に乗ることができますので、おすすめっていう風になっております。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしていただけると、とても嬉しいです。
私のチャンネルでですね、こういった JAL マイル、ANA マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイ、ホテルのことになんかね、発信しておりますんで、チャンネル登録してない方はぜひね、チャンネル登録していただけると、とても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。